かなたの子は、角田光代による短編小説集。表題作、かなたの子をはじめとした文学界とオール読み物に掲載された発作が過失、修正され、2011年12月19日に文芸春秋から刊行された。著者が3年ほど前に日本各地を巡り、耳にしたい伝や物語からヒントを得て、執筆されたもので、主人公たちの逃れられない、 過去の罪や記憶に残る罪悪感、事故を見失う恐怖を題材に幻想的な世界が構築され、人間の業や命の本質についてを問う作品となっている。2012年第40回泉教科文学賞を受賞。選考委員の嵐山光三郎は、女性の生理的な感覚が鋭く、イメージが斬新。物語が深く、一つ一つが、 無数の破片となって突き刺してくるようと述べ、村松と美も日常生活にある闇を泉京化とは違う形で示していると評価した。2013年11月10日、文春文庫版が刊行された。2013年12月にワウワウの連続ドラマ W 枠でテレビドラマ化された。田舎の街から東京に出てきたものだけで毎年開催される同窓会に、 今年も良一は参加した。誰も一言も触れないが、この回にはあの日のことを決して忘れない、口外しないと確認し合う意味合いがある。しかし良一はずっと疑問に思い、罪の意識にさいなまれてきた。勇気大和がなくなったのは本当に事故だと言えるのか。岩渕敬吾は妻と喧嘩した日、8年前に交際していた野々宮作美に連絡を取ってみた。 当然変わっているだろうと思っていた。電話番号は変わっておらず、久々に会うことができた二人は、楽しい時間を過ごす。それからもたびたび会い続けたが、世界の通り、通りを分かっていないと間違った方向に向かう。通りを分かっていない時は間違った人といろいろあったなど、次第に敬語は、作美の言動がおかしいことに気づく。咲美と別れた時、そのきっかけとなったヨガ講師がよく言っていた。 道理というものの受け売りを話したのは確かに自分だ。しかし作みはその言葉や思考をどんどん自分で突き詰め洗脳されていったようであった。踏み絵が嫁いだ村では生まれるより先に死んでしまった子に名前などは決してつけてはいけない。死産で生まれた子の墓に和歌子も玩具も備えてはいけないというしきたりがある。なぜならば彼方の世界に行くことができないからだ。 生まれなかった子は次に生まれてくるのだという。しかしそんなことが信じられないフみエは、あと1ヶ月で生まれてくるはずだった子に、キサラギと名前を付け、こっそりと毎日墓へ行って呼びかけた。そんな姿を義母にこっぴどく叱られたフみエだったが、次の子を見守っても、やはりそれが、キサラギの生まれ変わりだとは思えず、夢に現れたキサラギが言った、今お腹にいるのは私ではないよ。 私はクケドにいるよ。という言葉を信じ、ある日誰にも何も告げずに一人でクケドへ向かう。目を開けた豆田ひとしは自分の顔を覗き込む多数の顔に驚いたが、次第に自分がパワースポット巡りに参加中で M さんに登っている最中だったことを思い出す。気を失っていた自分を気にかけてくれた他の登山メンバーの話を聞きながら、ひみやは娘、夏木の行方を考えるが、 泣き声が聞こえて、いつものように霞がかかって何が何だかわからなくなる。あの子は一体どこへ行ってしまったのだろう。ワウワウの連続ドラマ W 枠で2013年12月1日から22日にテレビドラマ化され放送された。小説は一作一作が別の話になっており、つながりがないのに比べ、テレビドラマはその中の、巡る、通り、同窓会、彼方の子の4作を、 一話ごとに一人ずつフィーチャーしながらも全体的にはめぐるに出てくる豆田ひとしを主人公として共通した世界観で描いている。ありがとうございます。